どうもこんにちは、旬代理メンバー24卒の鈴です。今日は内定ゼロ就活生の超リアルな一日をお届けしようと思います。この日の予定はまず大学に行って、その後長期インターンをして夜就活をするというような予定になっています。私大学の単位結構残ってて、期末レポート4つぐらいあるって、でかつ就活も終盤なので結構毎日カツカツで生きてます。この日は大学にちょっと早めに行ってレポートを仕上げてました。レポートとあとこの後授業 2コマあったので、その予習をしてました。休学してたので毎日一人で登校して一人で授業を受けてて、ちょっと寂しくもなりますね。友達とワイワイ大学に来た時期が懐かしいです。まあ、その弱音を吐いてる暇もなく、まあ、今寝てるんですけど、課題とか仕事とかは結構カツカツなので、まあ、それをどんどん爆速で進めていきます。で今寝てるので、この間に今の就活状況をちょっとお話しすると、今は2社受けてて、そのうちの1社来週最終面接があるというような状況です。やっぱりその最終面接になると超プレッシャーというか不安がすごくて、最近本当に寝れないぐらい毎日不安に押しつぶされてますただなんかその不安になる時間がないように、不安になると私ネガティブモードに入っちゃうので、そうならないように毎日仕事を入れたり大学の課題やったりっていう風に予定をキツキツにしてます。でその休学仲間、たまたま大学に来てたので約2年ぶりに一緒に学食食べました。美味しかったです。ごめんなさい、1日撮ったんですけど、ちょっとなぜか素材がを消してしまってなくなってしまったので、全く同じ曜日に今もう一回撮影をしてます。なので1日の流れは前撮影した時と同じなんですけど、日にちだけ変わってるっていう感じですね。前回大学行って昼ご飯友達と食べて、でそこまで撮ったので、それ以降インターンして、その後カフェで作業するっていうところはちょっと今日追加で撮影します。面白い。今のところマジでつまらないよ。選考なかったらつまらん。そう、選考といえば最終面接まで、あ、最終面接の日程がまだ決まってないっていう感じかな最終面接の日程が決まらないからマジでやる気が出ない。就活に対して対策しようにもなんかやる気が出なくないですね。絶対思ってない。いや思ってますよ。はい、取材の件本当に申し訳ないです。その大学の後なんですけど、基本的に長期インターン先のオフィスで仕事をすることが多いです。この日も仕事を3時間ぐらいやってましたね。はい、もうすでに21時になっちゃったんですけど、この日は21時から23時までカフェで就活をしてました。前回の面接振り返って、良かったところダメだったところを自分なりに分析して、質問回答のブラッシュアップをしてました。私幼馴染と就活時期被ってるので一緒に就活頑張ってるんですけど、就活の選考状況とか悩みとかもう全部本当に正直に話せるので、本当にいつも励まし合ってくれてありがとうっていう感じですね。一人だったらきっとやみ散らかしてると思うので、本当にこの子の存在はありがたいです。一緒に泣いて撮ろうね、頑張ろうね。はい、ということでこれが今の超リアルな私の一日の過ごし方でした。その途中でも言ってた通り、選考がなかったりとかしてあんまり面白い一日かなってちょっと心配なんですけど、本当に超リアルな一日をお届けしたかったので、まあ、こんな感じだよっていうのをお伝えしました。でコメント欄とかでも内定ゼロ嘘だろとか来るんですけど、本当にまだ内定がないので、まあ、ただ来週ね、そう最終面接があるのでそれ次第なんですけど、本当に内定がない状況で不安とプレッシャーで毎日押しつぶされながら頑張ってます。絶対来週内定取ってこれるように頑張りますので、ね、今泣いてない皆さんも一緒に頑張れたら嬉しいです。ということで一日お疲れ様でした。ちょっと待って、知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。